演説するフーバー・エールヴィン・フーバーはドイツの政治家。所属政党はキリスト教社会同盟。2007年から2008年に党首を務める、バイエルン州首相府長官、経済省、財務省を歴任。1946年バイエルン州、ライスバッハ生まれ、実業学校を卒業して、中等教育資格修了後、バイエルン州財務省で高等管理研修を受ける。 ディンゴルフィング、ランツフーとミュンヘンの財務局に勤務。1968年に観察官試験に合格。1969年から1973年までミュンヘンの夜間学校に通い、アビトゥーアに合格。ミュンヘン大学で経済学を学び1978年に卒業。夫人との間に二次。宗派はカトリック。 1967年から1983年まで、CS 及びドイツキリスト教民主同盟の青年組織であるユンゲ・ユニオンの地区部長。1972年にリンゴルフィングランダウ軍議会選挙に初当選。1978年にバイエルン州議会選挙に初当選し、現在まで議席を維持している。1987年に CS 副事務局長に選出され、 翌年から1994年まで CS 事務局長。1988年に党執行部入り。1993年より党ニーダーバイエルン地区代表を務める。2006年5月13日、ミュンヘン・ニュルンベルク間のアイス開通式でのフーバー、経済省、ギュンターベック・シュタイン外省、エドムント・シュトイバー州首相、ボルフガング・ティーフェン税連邦交通、建設省、 ハルトムートメイドルンドイツ鉄道総裁1994年10月、バイエルン州首相府長官として、エドムントシュトイバー内閣に入閣。1995年から1998年まで、バイエルン州財務省。1998年から2003年まで、首相府長官に復帰し、2003年10月以後、連邦担当省、行政改革担当省を兼任。 2005年のドイツ連邦議会選挙の際、シュトイバー州首相がアンゲラ・メルケル新内閣に入ることが確実視されたため、ギュンターベックシュタイン州内省と共にシュトイバーの最有力後継候補と見られていた。しかしシュトイバーは一転中央政府入りを拒否し、バイエルンに止まった。2005年11月からバイエルン州経済交通省に転じる。2007年1月、シュトイバーが 州首相及び CS 党首からの優退を発表9月27日の党大会で行われた党内投票で58.19%を得て次期党首に選出された一方後継州首相にはベックシュタインが選出されベックシュタイン新首相は10月にフーバーを州財務省に指名した同職への復帰はおよそ10年ぶりとなるフーバーは 家族政策では保守派ながら経済政策ではリベラルとして知られており、バイエルン州の行政改革では多くの敵を作る一方、アンゲラ・メルケル首相の信頼が厚く、首相府長官への転出を要請されたこともある。2008年2月、バイエルン州立銀行の危機的財政について知りながら黙っていたとして野党から辞任を要求された。さらに3月には、 シュトイバーやフーバーが推進していたトランスラピット計画が建設費の高騰を理由に中止が決定し、またバイエルン州立銀行が巨額損失を抱えていることが明らかとなり、衆議会に調査委員会が設置され、辞任圧力が強まった。2008年9月28日のバイエルン州議会選挙では CS が維持していた単独過半数を割り込み、責任を取って、 党首を辞任した。さらに10月の世界的な金融危機の中、バイエルン州立銀行の経営行き詰まりの責任を取って、バイエルン州財務省も辞任した。2017年10月、2018年に予定されているバイエルン州議会選挙に出馬せず、政界を引退すると発表した。ありがとうございます。